この成瀬監督の映画には黒澤明の望遠レンズとか小津安二郎のローアングルとかっていって素人でもわかるような撮影上の顕著なスタイルっていうのがあまりありませんでもいくつか特徴があります作品ののの舞台になるのは大抵路地裏の日本家屋ですで同じ日本家屋でも座って動かない者同士が会話する小津作品と違って成瀬の場合は室内でも人物が割と立って歩きながら会話してるんですね。の撮り方だと座ってる人がアップでこう 目線を動かす動いた目線の先に人が立って動いているだから立っている人の動きを全部見せなくても目線一つでどう動いたかを分からせちゃうそうやってカットを割って途中省略しちゃうんですねだからナルセ作品はカット数が同世代の他の監督に比べるとかなり多いのが特徴ですそしてこのカット数が多い室内のシーンが続くと絵がポンと屋外に出て二人の当事人物が歩きながら会話するところを撮った長いカットが挟まれますまあ、そうやってリズムを作ってるんですね